extra name.今年最初のキコーナチャンネルチョイスインデックス、はい、やってまいりたいと思います。おうん、ちょっと消化不良でしたね。もう一回 AT 目指します。なんでレギュラー、これで10本470枚使い切りました。11本目、周りの台は結構いい感じで当たってるんだけどな、まあ、やっぱり100、200ぐらいかな。100ゲーム、200ゲーム前後でこの響のクラッシュとかちょっと前兆の煽りっぽいやつが入ったりしてるんで、100ゲーム後とあるいは100、200あたりにゾーン的なものがあるのかどうか。ここも煽ってくる。同じようなタイミング、100ゲーム過ぎ、200ゲーム過ぎ、300ゲーム過ぎで、さっきは200、まあ、30前後かなで前兆ステージに行ったので、ここも強そうですね。シフォージュシャトー、あ、これはですね、 AT が終わった後の引き戻しステージとして出てくるステージなんですが、通常時に移行した時は、まあ、本前兆の期待大という感じなんで、まあ、ここかなり熱いですね。まあ、おそらく GX バトルとは思いますけど、300ゲーム台で、ここまで AT 終わってからはチャンスゾーンもなく、なんかね、やっぱいやーこんなもんじゃないだろうと思うような非常に静かな展開続いてました。やっと来ましたね。水浴の豪華ステージは移行した時点でチャンスゾーン以上の大チャンスとなるステージ、まあここまで出なかったわけですね。かなり熱い前兆ステージということですね。はい、これで GX バトル入りました。実際のゲーム数330ゲームで、投資が今17本ですね。 AT 終わってから初めてのチャンスとなります。まあ言ってもチャンスゾーン自体が今日2回目ですね。1回目のチャンスゾーンが AT に行って、そして2回目ここも AT 当選になるか。さあ行きます。まずは1000ダメージですね。ここからです。残り9000のゲージを減らせるかどうか。ちょっとさっきはね、そのレバーの叩き方が悪かったのか、なかなかいいアイコンのとこに第一手しこなかったので、各ラウンドしっかりねポイントを減らしていきたいです。さあまず奥義稼いで、まあ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 でしょう。あ、よし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 、連打。おお、3000、これでもう 3ラウンドですね。今回は1000ダメージ。あ、追撃ストックしましたね。なのでまず、まあ奥義が欲しい。でも奥義、いや一番いらんとこ行った。追撃はこれね、残り2500で5ラウンド目に響き登場となりますね。まあ5ラウンド目までには決着つけれず、残り1500というところまで減らしましたんで、まあ、チャンスはチャンスですね。ああダメだ、真ん中を選ぶしかない。真ん中、ああよかった。これであと1000ダメージですね。でラウンド継続になります。リプレイもなかなか引けない。左で頼む。あと1000だ。
またなんか気になる画面が出てきました。 GX バトルは終了。うわっ、何今の。これは当たっとる。これは当たってます。これちゃったら当たりだ。かわいい。ビッグでなんでー、きつ。335ゲームレギュラー、レギュラーばっかやん。これじゃあちょっとしんどい。あ、よう取るな。ありました。ビッグでお願いします。すごくない？2回も。にょん、よし。ビッグだった。1000枚ぐらい出ないかな。たまに1000枚ぐらい出るの。カットイン出たら、この2コマなんですけど、この中段ビタ目に赤7押すと、この敵が昇格していって、マイナスまでいくとワンセット上乗せ確定です。お、倒しました。で、これで6セット目までいきます。で、1回倒したら最初から7までいきたい。無理だ。509枚でしたね、6セット。で、ここで示唆が出ることがあるからちょっと見ておく。なんか来い、なんか来い。さっきはね、この200ゲーム過ぎあたり前兆の煽り来て GX バトルあるかなみたいな雰囲気ありましたけど、今回なんもないですね。ってことはやっぱり常にこう100ゲーム過ぎ、200ゲーム過ぎ、300ゲーム過ぎがチャンスとなるわけじゃなくて、あの一直線ゲームの中にテーブルのアイコンがあるってことは、まあテーブルの示唆がある、まあつまりテーブルがあるってことなので、テーブルによってゾーンとか、まあその起点ゲーム数の振り分けが変わるんでしょうね。そうなるとやっぱりこれレア役引いて刺さないかんよなと言ってたら、特に前兆の煽りなかったですけど、まあ、ここ数ゲーム来ただけですけど、いきなりバトルに行きました。このパターン珍しいですね。前兆ステージも何もなく、まあ、バトルなんで勝てば当然 GX バトルということでしょう。まあ、あとはこの前兆演出、前兆ステージがある台での特徴は、バトル系の前兆ステージはちょっと熱かったりとかしますよね。そういうのがあるのかどうか。ここは外れで精鋭池。あ、
これ多分強いパターンっす。突入の演出も強いし、バトル経由だし、 GX バトルにかなり期待が持てる精鋭モードだと信じます。後期激アツ発展 GX バトル絶勝もありますよ。なんだ、あー、いった。今日3回目の GX バトルです。もう20本も超えてますんで、勝つためには1000枚以上出さないかんという状況で、ここは絶対落とせないチャンスオン。先制攻撃は1000ダメージ、真ん中で頼む。さあ500か。まあまあまだ1ラウンド目。左で、よし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 。3000いきましたね。ここはでかかったぞ。あと5500。もう一回奥義見たいな。なあ、500か。あと5000、結構ありますね。さあ4ラウンド目追撃あるかですね。マリア、また左が選ばれたらこれマックス溜まりますんで、響きの時ここ激アツじゃないですか。あ、追撃もストックした。これはどっちかがいいな。あー、そこで右行く、中途半端。追撃は500、3500で響きの攻撃になります。これでも響きが左を選んだ場合は5人攻撃でしょう。相当強いような気がするんですけど、あ、そうですね、これ選ばれれば撃破ですね。もうってことはもう左を選ぶしかない。いや、もう左しかない、左以外ないぞ。行きますわ、決めます、左で頼むぞ。よし、決まった。これで2回目の V ソング確定。いやー、よかった。さあ投資が23本あります。まくれるかどうか。まあさっきはね、自身初めて消化する V ソング、情けない結果で終わってますので、今回はちょっといろいろ味わいたいですね。ストックする場面とかできれば、できれば絶勝とか絶勝バトルとか見れたら最高です。おお、強チャンス目。さあ1セット目強チャンス目、今度は頼む。初ストックなるか。ここも失敗、乗りませんね、乗りませんね。強チャンス目も30ゲーム目。強チェリーです。強チェリー、強チャンス目引いてますよ。さすがに大丈夫でしょう。ちょっと、終わったらダメよこれ。30ゲームで強烈薬2回引き取るんよ。てくれよ。嘘やろ。まあ多分あの強チェリーは効いてたんじゃないかと信じたいですけどね。まあとりあえず1セット目クリアになります。2セット目、
いいじゃないですか、期待度的にも3つ半、夢の途中。あ、青文字も出ましたね、チャンスアップ。青テロップ、さあ頼むぞ。あ、エフェクトも入った。まあこれが赤かったりすると相当熱かったりという感じですかね。よし、2セット目クリアでございます。3勝目突入で、3セット目はこの GX 目降格中っていう帯がこう出ることがあります。でこの時に GX 目が止まればセットストックみたいな感じで、3セット目と7セット目がまあこういうチャンスのセットになるということですね。あ、出ました、 GX 目降格中。あ、来た、これですね。まあちょっと青背景なので弱いと思うんですけど、これが止まればとりあえず1セット以上はもらえますというものですね。赤チェリー赤。あー、ダメだ、失敗。まあまだチャンスはあります。お、さあこれね、待っていたのはこの瞬間ということで、まあここはレア役かリーチ目か、リーチ目出現ならボーナス当選になります。この時点で恋愛行くったらチャンス目しかないんでですね、右行きましょうか。弱チャンス目かな。あ、弱チャンス目か、なるほど、ボーナスではないですね。さあ GX 目高確率中というセットでしたけど、ここも消化中のストックはできずに継続バトルとなります。なかなかストックが難しい印象です。ここまではありなのか。伸ばせないですね、270枚。ちょっと響きが出てる終了画面気にはなりますけど、いきますか。引き戻し抽選中、引き戻しモードですね。あー、終わったか。引き戻しもまあまあ2回しかあのステージに行ってないですけど、まあなかなか難しそうな感じですね。1回しか戦ってない、440ゲームで。危ない。やっと。あー、また2ゲームで死ぬやつかこれ。あ、耐えた。あー、でもこれで死ぬやつや。お、耐えた。当たった。ちょっとレギュラー引きすぎやろ、ひどい。実戦終了です。お疲れ様でした。お疲れ様でした。いやー、いやー、ちょっともう平山さんがどういう状況か見る余裕もなかったんですけど。本当ですか。何を打ってらっしゃったのか、最後なんかエヴァに行ってるのは見えたんですけど、
どうでした？いや実はディスクアップ打てたんですけど、はい、無性にガメラが打ちたくなって、はい、背中のね、はい、でもガメラ打ってたんですよ、はい、そしたらビッグ1のレギュラー 4? あ、まあまあ当ててるじゃないですか。でもレギュラーだともうほんと80枚とかで終わっちゃうじゃないですか、はい、もう全然ダメで、え、その前のディスクは一応当てたんですか？ディスクもレギュラー1回化けの日か。そうなんですよ、化けの日か。で、収支の方はマイナス1000枚マイナス1000枚、はい、ちょうど20本ってことか。そうです。なるほどね、はい、まあ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 、まあ、僕は狙ってたシンフォギア打ちましたと、はい、当たっててくれ。もう、あ、もうチャンスをめちゃめちゃ面白かったですよ。もうもう、まあ、一応 AT も入ったんです。おーすごい。いやいや全然すごくないんですよなんか300枚出すのがすごい難しいあれなんかあれすごいみんな1000枚くらい出てますよね。出てますよね。これどうやって出すのって思っちゃって一応2回初当たり取ったんですけど、はい、どちらも3セット以下で終わってしまって、ありゃありゃ、投資の方が23本。お23本で交換ゼロ。あれだってこんだけしかメダルないから、うん、もう最後マイジャグ3行ってワンビッグでも引いてやろうと思ったら、 そしたらもう逆転ですからね。何も引けずに終わってしまったということで、なんと今年最初のチョイスインデックスは泥試合となってしまいました。まあその中でも平山さんの方が負けが少なかった分、ね、一応勝負としては勝ちということになりますので、はい、平山さんの勝利を予想された方には抽選で5名様に天城府1000円分をプレゼントしていただきたいと、させていただきたいと思います。もうダメですねこれね。ダメだ、今年最初から。はい、というわけで今回のチョイスインデックスちょっと残念な内容になってしまいましたけど、まあ年の初めに悪いものを出し切ったと思って、そうですね、また次回から、元気いっぱいやっていきたいと思いますので、次回の配信もどうぞよろしくお願いいたします。それでは今日はこの辺で失礼したいと思います。ありがとうございました。さよなら。